今回は徳山の歴史展示室特設コーナーの徳山大博覧会について紹介します。徳山大博覧会は昭和23年1月1日に徳山港が国から開港場に指定されたことを記念して開催されました。もう一つ、昭和20年の空襲で精神的打撃を受けた市民を元気づけ、以前の商工都市徳山をよみがえらせる契機にという狙いもありました。大博覧会の開催にあたっては、市議会で議員から市民が多額の税金を納めることや明日の食料確保に非常に苦労しているときに開催するのはいかがなものか、博覧会の開催により闇市的な現象が生じ、ますます市民生活を苦しめることになるのではないかといった意見も出て、5日間にわたって審議が行われました。当時の長谷川市長は、市長の責任において決して欠損は生じさせない、もし万一欠損が生じた場合は資材を投げ打ってでも補填するとの信念を語り、また当時の徳山商工会議所の福田会頭からも開催してほしいという請願書が出され、満場一致で開催が決まりました。こうして4月10日港徳山開港記念徳山大博覧会が開幕し、6月7日までの約2ヶ月間行われました。第2会場の徳山駅前では仏教会館を利用した美術館で展覧会が行われました。どういった作品が展示されたか、展示目録や記念美術集から知ることができます。こんな貴重な作品までも展示されたのだと驚かされるのが、狩野法外の肥後観音です。狩野法外は調布藩の御用絵師の家に生まれた山口県ゆかりの画家です。法外は現在の東京芸術大学にあたる東京美術学校の日本画担当教員として開校準備に携わっていた中で、開校を見ることなく病気で亡くなっています。この肥後観音は狩野法外の絶筆で、法外芸術の頂点と言われています。現在毛利博物館にある雪舟筆の四季山水図鑑も展示されました。画聖とも呼ばれた雪舟の代表的な作品です。これらの美術品の収集には日本画家藤本墨田が尽力しています。山口県内を中心に各地から集められ372点の作品が展示されました。藤形工房は田中白隠が絵付けをして陶芸家、美食家として有名な北王子魯山人の窯で焼かれたものです。その箱には藤本墨田に宛てた徳山大博覧会への出品の感謝状が入っていました。この工房は昨年度購入した作品ですが、残念ながらこれまでどこにあったのかは分かりません。たまたまではありますが、今から70数年前にこの地で人々が目にした作品が巡り巡って美術博物館に収蔵されたのも何らかの縁を感じます。また以前に徳山大博覧会のことを紹介する展示をした際に、市民の方から大博覧会の前売り入場券をご寄贈いただきました。大切に取っていらっしゃったものと思われますが、福引券付きで、その商品も特賞が文化住宅、一等が嫁入り道具など、今の私たちからすると驚くものばかりです。ですが、そこに戦後の復興に向けての機運なども感じられます。実際、開催後の建物は、催し物会場や住宅などにも利用されたといいます。周南市美術博物館ではこの地にまつわる資料を収集しています。徳山大博覧会に関する情報や資料をお持ちの方は、ぜひ美術博物館までお知らせください。